雨はだいぶ小雨になってきてる。このあと2時間後ぐらいで曇りの予報、信じてないけど、まあ、とりあえず完全雨装備で行こう。はあ、なり続いてくれさえすればいいんだけどね。まあでもこれ行って10ぐらいなかったら一旦帰ってこよう。このまま頑張ろう。雨も止んでるしね。ちょっと晴れ間も出てきた。ジュズリこそしないけどぼちぼちですね今日は。1時半で一旦帰ってきた。まあいい稼働だった。4時半にねソフトバンク予約してあるんで、ちょっとソフトバンク行ってペイトクのプランのことを聞いてこようと思ってね。なんか今損しちゃってるといけないから。でその後また働くって感じで、一旦これ食ってしばらくしたら出かけます。またさっきね売れたやつ2万5000円ぐらいで買ったんだっけな。それが3万ちょっとで売れて、まあ手数料引いてちょっとぐらいプラスになるぐらい、2、3年家に置いといて、まあずっと使ってないよね。1回も使ってなかった。結局使おうと思って使わなかったやつ、まあお金に変えときましょう。なんか雨降りそうだなと思ったら雨予報に変わってたわ。めんどくせえ。とりあえず降る前にイオンに向かいたいけどもう降ってきちゃってる。ああもう結構大粒だし、今稲妻見えたわ。やだね。2、3時間降ってまた晴れるみたいな予報になってるね。もうソフトバンクに着くまで踏んないでくれよ。ペイペイでね買い物を10万円ぐらいしないと得になんなそうだから、ペイトクにはしなかった。今のままメリハリ無制限だっけな。7000円くらいで来たー。打たせの奥のところ平らになってんじゃん。やったか。 3.11 から何年経ってんだよ。やっとやったか。
晴らしい。なんか波打ってる気がするけど、走った感じ全然平らだった。お、さっきすげえ土砂降りで雷も鳴ってたが、配達員いなかったっぽいな。なんか1000円の高額案件が続いてんな。ラッキー。また降ってきたな。なんだよ、晴れになってたのに雨かよ。まあ信じてなかったから完全雨装備で来たからな。完璧だ。ほんと信用できないな。1日通してなんだかんだいい稼働だったな今日は。毎日こんな日だったらいいねんな。なんだかわかんないけど、ヤフーショッピングのポイント1500円、ポイントじゃないな、クーポンか、1500円クーポンみたいなのが送られてきたから使ったぜ。米を買った5キロ。なんかこの前な、朝食べるオートミールも3000円ポイントもらったからな、それで買ったけど、なんか最近ポイントすげえくるな。いいね。県内ではベッドから落ちた2人が病院に搬送され、イラン大使館が空爆を受け、対立の激化が。発生から昨日で3ヶ月が経ちました。確かね、まあ、今までの疲れっていうかちょっとまた違う。業者買ってぐらい服があるんだけど、俺ここ20年ぐらいの。やべえな、こんなあったか。すごっ。このね、今ここに出しとくけど、この写真をね見た瞬間ね、確か俺持ってたな、似てんのって。まあ同じの、まあ似てんのだな、あるなと思って探してたら、予想以上に服があることに気づいた。めっちゃある。まあ、ついでにね、季節も変わるんで、夏物を今出しときました。てか、片付けんのめんどくせえ。片付けなくてもいいんだけどな。ドキドキフリーマーケット持ってくんで。これ。アバクロの、迷彩柄の短パン。もうこれも、いらねえなぁと思ってたんだけど、やっぱ履こうかな。てか今日仕事で履こうかな。やっぱかっけえな。まあベッカムが履いてるからかっけえんだけど、ベッカムの昔の当時の写真なのかな。かっけえな。もうリアルに本当欲しいものとか、あとまあ世の中の完全な流行りではないけど、じわじわ着てるのが本当に 2,30 年前の服が着てるね。じわじわと本当一周回ってきた、生きてる間に。かっけえ。もうちょっと腰毛履きたかったけど、結構ジャストサイズだった。デニムもね、いいのがあったわ。
最近デニム好きになってきて買おうかなと思って、これでいいや。これがね、多分1999年のやつ。当時ね、当時の俺が買ったやつ。いいのあるじゃん。もうずっとデニム履いてなかったな。デニム生地のあのストレッチ素材のやつは履いてはいるけどね。こういうデニムは本当懐かしい。どうやってこの服たちを持ってっかな。ボックスは多分車に入れちゃうとかさばっちゃって入らないだろうから、やっぱでっけえゴミ袋みたいなでっかい袋に入れて持ってくしかないか。車にギチギチに詰めて、だいぶいろんなもん手放そう。椅子も売りたいけど椅子持っていけねえな今の車じゃ。8時に乳母をして待機してたら9時になっちゃった。失敗したな、出発を1時間も。まあでも編集してたからいいや。サクッと高額ポンと来ねえかな朝。まあ安くてもいいから行きたい方向がとりあえず来てみれば。9時21分400円行きましょう。400円、まだ寒いかな。どうなんだろう、今日も20度超える。これでダメだ、全然外は寒かった。早く薄着で仕事したいぜ。寒い、一旦ちょっと帰って着替えよう。寒すぎる、全然まだあったかくねえじゃん。ああ寒かった。いやー今日はうまく回れねえな。結局ジュズリもしなかったからそのまま一旦帰ってきた着替えに。10時になっちゃう。ああもう朝活失敗するとなんかストレスたまるな。まあ毎日そんなにうまくいくわけないか。大してならんし。行くか。10時50分。自宅待機失敗。一軒しかまだ行けてない。やばい。11時過ぎてようやくあったかくなってきた。今日は400円を積み上げていくだけだから全然面白くねえ。昨日良かったな。結局天気が悪くならないとダメか。ダメだ。今ビッグしに来たけどいつも遅い店がめちゃくちゃ混んでるからもうダメだ、最初からやめよう。しかも3、400円の案件だしね。無理。暇な時は待っても金額上がんねえし。おお、やめてよかった。長距離だけど1500円案件来たわ。そっちの方が全然いいぜ。ああまた3000円も稼げてね。ダメすぎんな今日。帰ろっかな、まだ1時前だけど。2時から宅急便来ちゃうから家で受け取りだからね。置き配じゃなくて、今帰って夜頑張ろうかな。よし、やりたいことがある、それをやろう。もう売るものをこっちの畳の部屋に全部移してで整理しよう。もう車に積むものはねもうこっちに用意しよう。あと1ヶ月だからね。手飯を食いたいんだけど今食っちゃうと
片付けをやっちゃおう。入れ替えと服の整理完了。パッと見汚ねえな、なんかガシャガシャして。短パンとかハンガーにかけなくてもいいんだけどな。あー、すっきりした。っていうかまだシャツ類がいっぱいある。いやー、絶対車に詰めねえような気がする。詰めるからな。すげえ量だ。靴もね、どうしよう。ボックスに入れないで持ってるしかないかな。はぁ、大変だこれ。この下は空になったんで、これはそのうち捨てます。粗大ゴミで。よし、うまそう。塩サバと目玉焼き、なめこの味噌汁。4時45分出発。Uber Eats からコークオンのチケットいただきました。ありがとうございます。後半もぼちぼちなって400円を積み上げるだけ。マジつまんねえ。結構やったけど全然金額増えてない。マジつまんねえ。もう心を無にしてやるしかねえ。ロボットのように今日は雨か。寒そう。
ットライトバルブとか、あった、買っちゃったよ、新しいの持ってた、まあいいや、予備で、だいたい半年から1年でね、切れちゃうんで、古いからしょうがない。で、今8時5分で奪う。今日はこの後雨、雨かどう頑張りましょう。安い雨くんの私。8時40分、とりあえず出発便は取れた。さあ、今日も気をつけて頑張りましょう。桜が咲き始めた。だいぶ遅いよね。お、ポツポツ降ってきたな。朝からザーザー降りとかじゃねえからな。今から降り始めても何も美味しくねえ。まあでもね、ならない日よりちょっとでもなってくれるだけでいいよ。1時ちょっと過ぎだけど帰ってきた。すげえ店でまた買えたけど、まあ、かなりマスターになるけど900円プラスになったから、それはあり。件数は結構朝のうちにやっといたからね。よかった。でもそこまで美味しくない雨だったけど、まあ夜な、うん、ウーバーでも頼もうかな。うわー、ウーバー頼んだらめっちゃ評価が低い自転車に当たった。普通にちゃんと来てくれっかな。去年だったっけな、すげえひどかったのはね、ケンタッキー頼んだらマックが届いた。あれめちゃくちゃひどかった、マジで。しかもハンバーガー1個かなんかとアイスだけっていうね。俺のケンタッキーをマックが頼んだ人が多分食ってんだと思うんだけど、その人ラッキーで。まあもちろんクレーム入れてまた同じのを頼んだけどね。本当あの時はね、もう腹減ってて心がもうケンタッキーになってる時にマックがちょろっと届くだけっつう最悪のパターンだったね。ああ、ちゃんと時間通りサクッと来てくれっかな。雨の日の自転車の配達員で評価が悪いとかすげえ嫌じゃん。ずっと一戸建ての前から動かねえんだけど、 GPS が、うん、キャンセルしやがったこの配達員。まあでもよかった、こんなやつ来ない方がいい。マジでバイクの配達員、バイクか軽貨物の配達員に変えてくれ。まあそれかどうせ来ねえんだったらもう時間過ぎて500円のチケットくれればいいよ。ほんとこんな適当なやつばっか雇ってるとどんどんお客さん減っちゃうよ。これはもう運営が悪い。こんな評価の低いやつはもうとっとと切った方がいいわ。お、ナイス、 99% の軽貨物の人になった。これなら安心。残り10分でちゃんと届いたわ。ストローは使わない。
タコス食おうと思ったけどさ、今店オーダー止めてたわ。今度タコス食べよう。ダイヤモンドクーポンあるから。なんかセットで1600円ぐらいのやつであったから、それにしよう。あ、冷めてる。自転車配達員のせいだ、冷めてる。ああ、ムカつくぜ。全然飯作るつもりでいたのに、なんかもうめんどくさくなっちゃった。まあでもね、ジャンクなものも好きだから、うまいぜ。切り忘れたな。この雨の中450円で運ぶのか。雨が濃いからもうびっちょびちょだ。さっき帰ったばっかなのにもう、帰りたい。びしゃびしゃな雨だな。先が佐賀で30キロ40キロだ。エースする。目が疲れた。2時間編集したぜ。よしよしよし。いやー、今日も頑張ったな、仕事に編集に。そのうち目見えなくなるんじゃないかってぐらい目が痛くなってくるな、編集してると。携帯の画面がちっちゃすぎるから、どっかのタイミングで iPad に移すか。でもな、撮った映像を iPad に、あ、でもあれか、クラウドに同期しとけばいけるっちゃいけるか。そのうち iPad に切り替えよう。マジ目痛い。
なんか週間天気予報見たらしばらく天気悪いから今日とりあえず洗濯しといた。今日もちょっとワンチャン雨降りそうだよな。一応曇り予報だけど。葉っぱが完全に開いた。これまたでっかい葉っぱができたね。7時53分ウバオン。雨だけ降らないでくれりゃいいな今日は。まあ夜は降ってもいいけど、洗濯物をちゃんと乾かしたい。おお、オンしてすぐ1000円になったわ。行ってこよう、行って帰ってこようかな、近くだし。まだ8時になる前だもんね。たまたまいいのが撮れた。降ってたわ、ポツポツと。もう洗濯物とりあえずそのままでいいとして、上着を変えてかないと。降っとるでかい。ああだれや。ああだからあれだね、1000円とかだったんだね。雨降ってたのか。洗濯をしてて全然気づかなかったわ。結構霧雨かと思ったけど、まあまあちゃんと降ってんなこれ。完全雨装備にしないとダメだった。ピンポイントの予報を見てんのかな、ずっと降らねえだろうな。ずっと降るなら雨降り出してるんだけどね。いや次が何年まま、今9時25分まあでも外で待ってなくてよかったわ、ほんま何年も。2回ぐらいしかなんなかったね。ああしかもすげえ安かったし、2回とも。なんか腹減ってきちゃうな。なんか食べよっかな。逆に今ならないことを祈ってカップ焼きそばを食べよう。カップ焼きそばさ、家にないなと思ってさ、買ったらさ、元から2個あったわ。これにしようか、これにしよう。ならん、まあならなくてよかったよ、食ってられたわね。全くならねえ、行こう。10時40分多分やんだ雨は。8時前にオンして11時でまだ2軒か。微妙、今日は耐える日だな。いつも通り1時で止まってしまった。また全然金額が増えない。
300-400円の積み上げ。朝一のあの1000円取ってなかったらやばかったな。耐える日だな今日は。また雨降りそうだな。気温なんか一気に下がってきたし、急に4キロ900円がぶっ込まれてきたな。それは行こう。行きたくない方向だけど行きましょう。はあ、2時過ぎまで粘ってたらなんとかぼちぼちになったな。とりあえず帰って飯食おう。一旦ラグに会いに行こうかな。あらラグ、今回はラジオ。当然弁護士の確認もして、そして今回は記者の長らく調べている記者の方からも同じような発言がされているということで、そちらに期待したいところなんですが、やはり当局というのは何があるかわからないという姿勢を貫いてですね、とにかくまずは事実確認。大丈夫だよ。IWGP にシーズン2があったとは。はあ、編集も終わってないけど一旦寝るか。で明日起きてやれたら編集やろう。お疲れ様でした。IWGP 面白い。